はい、こんにちは、あざつです、今ですね、鹿児島中央駅に、来てます、これからですね、志布志に向かって、サンフラワーで大阪に戻りたいと思います。今ですね、2時30分になったとこです。では向かいます。あと5分もするとサンフラワーライナーに到着する予定なんですけど、なんか毎週毎週サンフラワー乗ってるようなイメージですね。今日はですね、またちょっと違う部屋、予約しましたんで楽しみにしてます。それでは、はい、それでは到着しましたので乗っていきます。では本日割引ございまして21,270円でございます。はい、ではこちらですね、本日の乗船チケットになります。乗船開始は本日5時からございます。ありがとうございます。はい、志布志港の方へ到着しました。今日はですね、デラックスというお部屋を取ってます。非常に楽しみにしてます。一人利用普段はできないんですけども、今回はキャンペーンということで、一人利用可能となってます。で、追加料金も、1000円だけだったかな、で乗ることができますんで、楽しみにしてます。それでは向かいましょう。はい、ありがとうございます。
よいしょ。はい、到着いたしました。お部屋の方です。それでは紹介していきます。はい、こちらが、2人部屋の最大4人まで泊まれる部屋になります。デラックスです。で、こちらの方がですね、まあ、机と椅子がありまして、で、ベッドが2つ、ちゃんとしたベッドですよ。すごいですね。これ私1人で使うとどう寝ようか、横に寝ましょうか。すごいですね。で、空気清浄機がついてます。つけましょうか。お任せ。つけることができます。で、テレビの方が32インチぐらいでしょうかね。32インチですね。で、こちら渋子港行きの分は、前面のカメラが、あるという感じです。それで、4人部屋になるということなんですけど、このソファーベッドが、ベッドになりまして、まあソファーベッドなんで、で、こちらの、小さい机も、椅子もですね、ベッドにすることができると、いうことで、一回したことありますけど。はい。それでは、アメニティの方ですね。アメニティの方。タオルが、まあ2人分なんで2枚。あと、まあこちらのセットの、アメニティセットの方があります。アメニティの方なんですけども、こちらがシャンプー、リンス、コンディショナーと、ボディーソープの方、シャワージェルと書いてありますけど、ボディーソープの方になります。で、歯ブラシと、ヒゲ剃り、ヘアブラシと、コットンセットが、入ってます。これは、デラックスとスイートしか付いてないやつですね。という形になります。で、電気の関係なんですけど、結構コンセントが豊富にありまして、頭んとこには必ずコンセントがついていると。で、このお部屋ですね、窓がついてるんですよ。これはいいですね。これは、まあ、朝と晩、夕方、明るい時しか見れないんですけど、まあ、楽しみたいと思います。で、コーヒーセットですね。コーヒーのセットがあって、お茶と、紅茶と煎茶があります。で、クッキーがあります。ちょっとサービス、すごいいいですね。お、食べきれんのかな。で、冷蔵庫がついてます。冷蔵庫は、お水が入ってますね。これお水がサービスみたいです。なんか珍しいお水ですね。聞いたことない。桜。島、あ、そうなんだ。鹿児島県垂水市のお水だそうです。これは便利と、ヘアドライヤーがあって、で、アイスのセットでしょうか。まあアイスないんですけど、後で給湯コーナーでもらえることができるんで。で、救命胴衣が人数分、3人の余分分ありますね。全部で5個セットあります。で、こちらの方なんですけども、なんとトイレとシャワーがついてます。シャワーこっちか。これは、結構便利ですね。お風呂めんどくさいとかいう方はこちらの方がいいと思います。で、こちらにはまあ、お湯のカランが、これかっこいいですね。と、シャワー付きのトイレですね。ウォシュレットです。で、ハンドソープがあって、使うことができると。で、スリッパ。一応使い捨てになるんですけど、これ、デラックスのスリッパですね。いいやつですね。あと、リセッシュがあります。こちらは、いいですね。M 音掛けが全部で、8つあるのか、いっぱいあります。で、音量の設定、今最大になってて、サンフラワーの音楽が聞こえますね。で、空調は、部屋の個別になってて、暑い方、寒い方、切り替えることができます。結構あるんですよ。みんなで泊まってた、暑いだの、寒いだの、あってですね、ちょっと嫌なことがあるんで、
個室はこういうとこ便利です。ということでですね、あと、もうちょっとしたら出港になるので、今、5時9分、5時55分に出港ですので、あと40分ぐらいか。なので、お風呂に入ってこようと思います。それでは向かいましょうかね。用意していきます。で、今日なんですけど、キャンペーンでですね、こちらの、広い部屋が一人で貸し切ることができると。まあ、プラス1000円かかるんですけども、そういうキャンペーンやってました。価格がですね、21,270円ということで、まあ、スーペリアより、2,000〜3,000円高いぐらいでしょうか。で、まあ、この部屋の広さなんで、まあ、寝るだけなんでそんなにいらないよという方はあれなんですけど、まあ、ちょっとでもゆっくり、したい方なんかは、いかがでしょうか。おすすめです。ほんと多分ゆっくりして、こちらでご飯食べることもできますしね。まあ、使い方なんかは、ゆっくり検討しながら、再び楽しみたいと思います。それでは、はい、お風呂入って戻ってきました。今は17時32分で、55分、発なんで、まあ、あと25分ぐらいありますね。まだゆっくりできます。ただ上登れんのかな。上登れたら今日、ゆっくり、映像の方撮っていきましょうか。残念ながらちょっと曇ってんすよね。夕焼け見えんのかな、ちょっと心配ですが、それではゆっくりします。はい、それではあと10分少々で出港になりますんで、そろそろ外に出ようと思います。レーダーが、くるくる回り始めましたね。ということで、向かいます。ブリッジが上がってます。もうそろそろ出港になります。なんか今日やたら黒煙が多いね。重油の質が悪いんかな、ちょっと謎ですね。そこら辺真っ黒系になってます。今テザーケーブルが緩みました、これで引いて出港になります。
はい、それでは両舷前進し始めましたので晩ご飯を買いに行きたいと思います。それでは向かいます。すいません。はい。あ、はい。あ、ありがとうございます。はい。すいません。はい。太平洋は所々強い風が吹いており、やや波が高くなっております。時折船が揺れることもございますので十分にご注意くださいませ。それでは本船の乗組員一同は安全運航を心がけてまいりますので、どうぞごゆっくりと船旅をお楽しみください。ありがとうございました。はい、ご飯買ってまいりました。今日はですね、A 弁当 B 弁当ではなくて、レギュラーメニューのカレーとですね、パスタのボロネーゼを買ってきました。レギュラーメニューの割にはそういえば食べたことないなと思いまして、こちらを今日食べてみようと思います。カレーはですね、美味しいのは知ってるんですよ。バイキングだったんで。で、ボロネーゼとかどうなんだろうというところがありまして、はい、いただきます。にしてもお部屋で食べれるのものすごくいいですね、これは。よいしょ。もうね、ちょっとずつ揺れ始めてきました。サラダに青じそドレッシングがついてましたんでかけていきます。で、お箸が、サンフラワーのお箸が、ついてますので。で、サンフラントマトが美味しいんですよ、これ。甘くて。まあ、ドレッシングの味は、ピンピンドレッシングなんで、間違いないですね。うん。弁当2つ買うの初めてだな。
600円と700円なんで1300円ですか。いただきます。うん、美味しい。サンフラワーのカレー結構評判良くて美味しいんですよ。これ本当に船のカレーってすごく気合い入れて作ってありますよね。しかもご飯が私好みの超固めです。これはうまい。めっちゃスパイシーなんですよ。その割には辛くないんで、あんまりにも辛いのがダメな人はダメでしょうけど、私基本辛いのダメな人なんで、それでも食べれますから。で、太平洋航路なんで今日は早めにご飯食べないと多分揺れてくると思うんですよね。瀬戸内だったらそんなに気にしないんですけど、なので早めに食べて早めに寝ようと思います。今日は太平洋航路の乗り方ってちょっとコツがいるんですよね。どうですか。うん、カレーが美味しいのは分かりました。わ、パスタいってみます。いや、パスタも美味しそうだなこれ。麺はですね、細め、ミートボールが入ってます。でも 1.8 か 1.6 ぐらいあるなこれ。ボロネーズはソースが命。まあレトルトなんかな。うん、普通に美味しいですよこれ。ちゃんと調理してありますね。サラダドレッシングがキューピーなんで、これも多分キューピーなんかなって感じはするけど、うまいね。湯がきスズキーズって感じですね。パスタ好きでも納得の味って感じがしますよ。普通に美味しいです。まだ夏前なんですけど、だいぶ日が長くなってですね、まあ九州だからっていうのもあるんですけど、うっすら見えるんで、こういう時いいですね。この船って揺れないんですよ。まあ揺れるけど昔ほど揺れない。よく考えられてますよね。バウがとんがっててかっこいいんですよこの船。で、出航前なんかバルバスバウが見えててかっこいいんですよね。見えます？今回ちょっと B 弁当にしようかと思ったんですけど、やっぱレギュラーメニュー食べたことないなと思って、ついさっき変えてみました。このカレー本当おすすめです。美味しい、めっちゃ美味しい。辛少ないな、あんま辛すぎず。辛いの好きな人には物足りないじゃないかな。ご飯がめちゃくちゃちょうどいい。だから私結構旅行したりとか出張とかむちゃくちゃ出てますけど、通常料金で電車とか船とか乗るの嫌なんですよ。なんでちょっとでも割引の効く部屋に乗ります。結構調べて割引を効かす方法を考えます。いいお部屋を安くで乗れるんかなって。だからってサービス低下するわけじゃないんで、ほんとおすすめしますよ。結構サンフラワーなんかいろんなプラン出してるんで、調べてみると結構面白いですね。うん、酸味が効いてて美味しいな。デラックスのお部屋私2回目なんですけど、まあ前は5人家族で、添い寝1人の、5人で1部屋に泊まったことがありました。
で、その時はかみさんと息子と娘にこのいいベッドを取られてしまってですね、私狭いソファベッドで寝てたんで、今日初めてですねベッドで寝るの。めっちゃ寝心地良さそうじゃないですか。ということで寝るの楽しみにしてます。ご飯食べたらちょっとして寝ようかな。アイボリーコバルトのお布団が良かったんですよ。あれすごく寝心地良かった。デラックスルーム羽毛布団ですからね、すごいですあれ。で、この毎回すごい気になるのがこの大きな船を掃除したりとか、あの元にの状態戻すのすごい大変ですよね。ほんと。ほんで、あの移動費含めて宿泊費合わせて1万円そこそこで提供してるんですから、ほんとご苦労様や。サンフラワー様あっての話ですね。今日は結構凪な方ですね、多分海はあんま揺れない。このタイミングでも揺れてる時はものすごい揺れるんで、全く揺れてないってわけではないんで、あの船の酔いがダメな人は本当酔い止め用意しといた方がいいです。お部屋の豪華さと動いてる違和感のとの戦いみたいになっちゃいますか。あとはいかにすんなり寝れるかですね。やっぱ瀬戸内海と違ってここら辺は他の船がいないですね。全然サンフラワーのカレーってレトルト持ってるんで、もし気になった方レトルト買ってみてください。船内でしか売ってないのかな、カレーって普通に美味しいですよこれ。お腹いっぱいになってた。もう一つあるんだけど、どうしよう。明日の朝食べようか。あんま食べすぎると気持ち悪くなっちゃうんですよね。あの本当酔うから。ほどほどにしておきます。日が落ちましたね。もう真っ暗だと思います。ちょっと船内歩いてみましょうか、いろいろと。それでは行きます。はい、今ですね19時12分でお部屋に戻ってまいりました、ね、まだちょっと早いんですけど、ちょっとゆっくりしながら、過ごそうと思います。こんだけいいお部屋ですからね。はい、そうします。それでは、
がいます。はい、ありがとうございます。アイス8000円に入れております。はい、では210円をお借りしますので、ご支援ありがとうございます。クラです。アイスを買ってきました。アイスです。そう、スーパーカップが好きなんですけどね、スーパーカップなかったです。モナカでもよかったんですけど、モナカもなかったです。なので、そうが基本バニラが好きなんですよね。今日はでも揺れないですね。すごいいい航海です。はい、今ですね、20時33分です。もう疲れたんで寝たいと思います。ちょっと早いんですけど、明日も5時ぐらいに起きようと思ってます。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。今髪の毛ちょっ
はい、おはようございます。今ですね、5時44分です。3月19日の5時44分になりました。もうですね、あのモニター見る限りで東の空が、うっすら明るくなっていてですね、ちょっと日の出が今日見れそうですね。天気ですよ。もともと予報曇りだったんですけど、すごく嬉しいです。ちょっと、6時3分だったかな、今日日の出だから。ちょっと前ぐらいに外に出て、見に行こうと思います。すごい綺麗に映ってますね。それでですね、この部屋広くてすごく良かったです。まあなんていうか、それぐらいしかないですけど、座ってみるとこんな感じ。もうなんか一部屋広いですね。もう荒らしまくってますけど、これを一人で使ったっていう、ワンルームマンションぐらいありますよ、部屋の大きさ。まあお風呂がないんですけど、シャワーとトイレはついてるんでね、すごく快適でした。また機会があったら泊まらせていただきたいなと思いますが、こんないい部屋じゃなくてもいいかなと思ったりして。で、6時から朝食が始まるんで、神のパンをですね食べて、今日は下船しようと思います。こちらのお部屋で食べようと思いますんで、それではもうちょっとゆっくりします。朝起きたら海っていいですね。久しぶりです、この眺めも。雨が降ってますね。船もいっぱいいます。和歌山側です。もうちょっと日の出が見れますね。ちょっとカメラ吹きます。こんだけ晴れるのも久しぶりですね。先週は雨だったんですごく嬉しいです。しかし今雨降ってます。なぜかこんだけ晴れてて、なんだろう。はっきり見えますね、灯台が。めちゃ綺麗ですよ。ちょっとですね、九州に比べてやっぱ気温が低いんです。寒いんですよ。やっぱ全然違うんですね。 2,3 度違う感じですね、体感で。びっくりしてます。もうちょっとで日が出て、そしたら大阪湾の方に入っていくはずなんで、というかもう湾の中に入ってんのかな。今見えんのが多分あの明かりが和歌山沖だと思います。和歌山だと思いますんで、そしたらあと小1時間半ぐらいで大阪湾の方に、大阪南港の方に到着します。それでは。ちょっと風も強いんで寒いんでですね、煙突の後ろに行ってみましょうか。こいつも冬は暖かいんで、エンジンの後ろなんで暖かいんですよ。ここ爽快、ちょっと匂いします。やっぱ重油の匂いがはいいけど、やっぱちょっと見にくいな。海は後ろのビューはこんな感じ、めちゃ綺麗ですよ。
昨晩はですね、本当比較的ほとんど揺れがなかったです。すごく快適に船旅ができました。驚きました。太平洋だったんですけど、まあこういうこともあるんですね。私、一昨年乗った時は結構凪が多かったんですけど、最近ちょっと荒れてたんで。淡路島がめっちゃ近くに見えます。そして日の出が出てるはずです。もうそろそろですね。一列に単獣人で来るんですね、船が。手前が友ヶ島で、奥が茅野島になります。友ヶ島は有名な観光スポットで、ラピュタみたいな形になってますかね。昔の砲台の跡とか、第二次世界大戦の遺跡遺構というか、そういうのが残ってるみたいです。友ヶ島を通過したら面舵を切って大阪南港に向かって直進するはずです。今日はですね、正面に見えてくる神戸も綺麗に見えるんじゃないでしょうか。楽しみです。友ヶ島と朝焼けが重なってものすごく綺麗ですね。これはすごいですね。舵を切って船が傾いた。今度取り舵切ってんな。かなりここは狭い海峡になってます。ここを通んなきゃいけないはずだから、砲台がいっぱい設置されたということになってます。そっちが淡路島ですね。美しいですね。夜明けじゃ。本当レンズ効果で太陽が大きく見えるんですね。すごいですよ。
ということで朝ごはんを買いに行きます。今日も神のパンを食べに行こうと思います。それでは、今日はですね、お部屋で食べようと思います。よし、のでので持ってきました。せっかく部屋にコーヒー用意してくれてるんですけど、飲むタイミングがないですね。もったいないな。よし、ドリップなんですけど。よし、今日もですね、紙パンです。神ポテトドレッシング、昨日のサラダは残りもあるから、それも食べよう。これね、そして青しそドレッシング。よいしょ。なんか最初このケースに入ってるのは洋食でどうかと思ったんですけど、慣れるもんですね。なんかこれあれ、このパンが鬼おいしい。ちょっと今日焼いてあるみたいな感じだな。ということで、いただきます。ケチャップがついてます。今日ちょっとあれですね、作ってる人違うな、これ多分前と、あの盛り付け方は違うし、パンも焼いてあるんで、前は温めてあるだけだったんですよね。人によってちょっとずつ違いますね。食堂の前にいらっしゃる方も違ったんで。いただきます。今日は多分
スプーンをつけるの忘れてますね。このパンはフォークがないんで、スプーンがないと食べれないんです食べれないことないか、つけられないんですよ。まあいいんですけど、お箸でマーガリンをつけて食べる、マーガリンをつけないという選択もあります。で、パンの入ったコーンスープ、ポタージュスープ、コーン入ってないんだ、ポタージュスープ。このパン美味しいんですよ、ほんと好き。このパンだけ販売してくれないかな、どっか行けば売ってるんでしょうけどね。ほんのりバター、なんだろう、風味がして、美味しい、ほんと美味しい。日によって種類もちょっとずつ違うもん。先週乗った時とまたメニューが違うんで、今日は今日で楽しめました。お部屋も違いますしね。で、このキャンペーンが確か今日で一旦終わって、18日までで終わりなはず、18、19だったかな。で、また4月の5日から始まる予定なんで、機会あったら使ってみてください。前に船がいるか、面影切ってんのか、結構船体が揺れてますね。あの正面にいるの船だな、多分。めっちゃ今度鳥かじ切ってんのか。今急激に面かじを切ってる感じですね。ちょっと船体がゆさゆさ揺れてます。こういうことがあるんですね。お、釣り船回避しましたよ。ちょっと分かりにくいか、モニターじゃ。まあぶつかったら大変ですからね。沖縄なんかはよくクジラとかがぶつかったって、高速船がクジラにぶつかったって何年か前にあったみたいですけど、鹿児島か、それはそれ独特な話ですね。あんな避けきれないですよね、いきなりポカって出てきたら。今日のはカリカリに焼いてますね、これ。前、別府航路に乗った時に、朝ごはん食べた時の、あれが、スクランブルエッグが衝撃的でしたね、あれ。あれだけでお腹いっぱいになりました。ありがとうございましたっていう感じですかね。まあもともとバイキングなんであれぐらい入れてもなんともないんでしょうけど、物には限度ってものが。はい、ごちそうさまでした。美味しゅうございました。はい、今ですね、6時36分で、7時55分入港だったはずなんで、あと1時間20分ほど、ちょっとゆっくりして、まあ仕事でもしようかな。ちょっといろいろ書類溜まってるんで、そしたら下船する形になりますんで、じゃあゆっくりします。
はい、それでは雪原したみたいです。雪原しましたね。では下の階に降りて下船しようと思います。一晩ありがとうございました。ありがとうございます。ごめんなさい。